二次元大好きなのどうすればいいですかね。そうなんですよ。本当ですか。もうね、三次元も全然興味がなくて、もうどうしようかなと思って。そんなこと言ってる友達ですからね。あのちょっとお兄ちゃん目線のものになっていましてですね。で最終的にちょっと結婚みたいなウェディングのところでやるんですけど、はい。どんな感じだろう、初の演技みたいなもので、うーん、まだ見てないのでこれからちょっと見て反省会したいと思います。やっぱりあのジャケットにもあるんですけど、あの もちろんウェディングのシーンもあったり、あとそうですね、お風呂で洗い子をしているシーンなどもあるので、ぜひ見どころかな。うん、そういう予定はあるんですか。そうですね、ちょっととりあえずまず二次元を卒業しなきゃならないかなっていうのを真剣に考えてます。ポイント、水着のポイントはですね、実はこれ私のなんですけど、緑が好きなので、まあ緑を選びつつ、本当はね、着たい水着を濡らしてきてしまって、はい、着れなかったっていう裏話です。そうですね、もちろんワンピース好きですし、でさっきイベント中にかかってた化け物語っていうのもすごい、偽物語、化け物語にですね、と偽物語とかも、はい、結構ウキウキしながら聞いてました。そうですね、アヒル口だったり、あとは足がジャンプポイントですかね、はい、身長がやたらと高いので。いくつぐらいまで、どうだろう、うん、25、はい、ちょっとだいぶ近くなってきちゃった。全然出会いはないですよね。引きこもりをまずやめた方がいいですかね。やっぱ好きなタイプとかっていらっしゃいますか。好きなタイプは牧場みたいな人がいいです。牧場、あの、いや、束縛されるのが苦手なので、なんか放牧してくれる人がいいですね。ここの囲いの中ではいて、どこにいてもいいよみたいな、なんか束縛というんですよ、それは。とりあえず見守っていただければ。かなでさやかです。サマーウェディングよろしくお願いします。バイバイ。